日本関東地方東京都江戸川区、西小岩西小岩は、東京都江戸川区の町名。現行行政地名は、西小岩1丁目から5丁目。郵便番号は133-0057。周辺の南小岩、北小岩、東、小岩を含め、小岩と総称されることもある。隣接する地域は、北は、葛飾区、細田、道区鎌倉、東は、 北小岩1.2、6丁目、南は、南小岩6.7、8丁目、西は上、一式三丁目、葛飾区奥戸。江戸川区北東部に位置し、小岩地域の北西部にあたる。地区の東辺を、東京都道307号王子金町江戸川線で、北小岩と隠し、西辺には上、一式屋奥戸の町域を挟んで、新中川が流れる。北辺はそのまま、 葛飾区内の住宅地とつながっており、草界にまたがるマンションや大規模店舗も見られる。地区南辺には、総武本線の小岩駅がある。町域を東西に、倉前橋通り、奥戸街道が貫く。大半は、住宅地であり、北辺にあった工場や、倉庫も2000年前後に閉鎖され、大半が、マンションや大規模店舗に転用された。倉前橋通りから、 小岩駅にかけては飲食店などが密集した歓楽街を形成している。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば西小岩4の3の15の地点で34万4千円平方メートルとなっている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は 以下の通りとなる。なお、江戸川区では、学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。ありがとうございます。